た20代爆食女は巨大なクレープを求めに500円だけ持って行ってきた。一番安いので390円。コーヒーはまさかの無料。クレープは30種類以上あって、トッピングは50円から OK で17種類も。ホイップとカスタードダブルで楽しめるのは激アツすぎ。ホイップは通常の量でこのボリューム。相方はお料理はマシュマロをトッピングして日本に一つだけのクレープを。生地はパリッとしてるからポテチ感覚で食べれちゃう。最後にまた追加が。カフェクルは470円で、これで完成なんだが結構デカめ。ホイップたっぷりなんだが甘さ優しみで好みすぎる。これはうまうしボリューム最高。相方のクレープはほろ苦と甘さで癖になる。まるでハーゲンダッツのよう。そしてコーヒーお供は罪すぎる。苦さがしみるぜ。みんなもパリパリ味わいに。レッツゴー。